開拓田舎暮らしサンタのところ伊藤サンタです。週末子供たちと映画を見たりしております。その時にね、こう酒のつまみというかね、そんなものを作れたらいいなと思って、今、自分家の畑で採れた枝豆ね、湯がいてます。よいしょ、枝豆。枝豆ちょっと塩を振ってみます。ちょびっとだけどね。食べ出すと止まんないから。やっぱね、取れたての枝豆美味しいね、ビールと合う。ビールじゃないけど、今日の映画はアーム上レ・ミゼラブルを見て、見ながらなんかやってます。今日はまあ枝豆はさておき、じゃがいものポテトフライ、いまいち。おいしい。アウトサイダーズキッチンサンタのところ。揚げ物、揚げるってどうしておいしくなるんだろうね。不思議だけど、魔法の料理。枝を投げてる。じゃがいもの、ポテトフライ。ポテトフライをやります。で、もちろんうちで作った、僕が作った、子供と一緒に作ったじゃがいも5品種で、ございます。洗いました。シャドークイーン、アンデスレッド、ノーザンルビー、ノーメイクイーン、男爵と5種類やっていこうと思います。まずはこれからいきますか。サンタのところ、さあ切りましたよ。ノーザンルビーはルビー色、アンデスレッドは外が赤くて中が黄色、メイクイーンは細長黄色に、男爵は丸型の黄色、そして極めつけは、
シャドウルビー、違うな、シャドウクイーン、これを上げていこうかな。お邪魔してすみません。捕まったのね、この男を不審に思う。主よ、感謝します。私は怒っておるもん、ジャンバージャン。市長様、その前どうなさいました。昨夜うちに止めた客だが、そのようです。ところが袋を改めたとき、銀のスプーンのフォークが、この男をあなたにもらったんだと。そうとも、それは私がやったもの。なぜ銀の食材を持っていかなかった。バカだよ君は。まだ見ろ、銀の食材を持ってきなさい。2000フランはするものをなぜ置いていったんだ。早く先を急ぐ旅なのに。時間を無駄にしたな。食材を忘れたのかね。この男の話は本当なんですか。もちろんだと思う。連れてきてくれてよかった。食材は渡せる。手錠を外せ。これは無罪放免か。話を聞いてたろう。ならむじろ、皆さんに不動酒をお出しして。喉がおかわりだろう。ありがとう。ゆうべの言葉を決して忘れるでない。君は生まれ変わると言ったな。約束します。だがなぜこんなこと。我が兄弟ジャンバルジャンよ、君は悪と縁を切ったのだ。私はこの銀器で君の魂を買い戻した。恐怖と憎しみから救い出し、今神の御手に戻した。素揚げ5種類、A じゃないね。素揚げ5種類、ポテトのポテトフライ、素揚げ、塩コショウで味付けしました。シャドウクイーン、メイクイーン、ノーザンルビー、アンデスレッド、男爵、5種類、早速試食してみたいと思います。もう塩コショウしてます。さあ、食べて批評ください。はい。まさしょ、シャドウクイーン、なんかもう見た目が芋って感じで喉乾くよ。飲み物ください。はい、ポテトフライにはコーラ。じゃあ僕もください。ここに枝豆あります。はい、コップどこ。うまい。ちょっと試食しながら調理してるから、うん、もう大体なんとなく分かるんだけど。俺が好きなのは、うん、夫が紹介した3番目か4番目か忘れたけど。どれ。うん、ノーザンルビー。これだよな。これアンデスレッドがやっぱりうまいな。今のところ俺これとこれとこれでアンデスレッドが美味しかった。うん、
アンデスレッド普通なんか普通な感じ食感がさ、やっぱりもさっとするこれは、うん、どうぞ。